匂いはチチタケは、ベニタケかチチタケ属に分類されるキノコの一種。傘は、直径1.5から5センチメートル程度、幼児は、半球形であるが次第に開いて、ほぼ平らあるいは浅い皿状となる。表面は湿った時には、弱い粘性があるが乾きやすく、乾けば多少紛状をなし、肌色から淡い大褐色を呈し、時に不明瞭な同心炎上の関門を表し、 表皮は剥ぎ取りにくい。傘、柄の肉は硬いが脆い肉質で、ほぼ白色で傷つけても変色することはなく、具合悪油のエチルアルコール溶液を適化すると、ゆっくりと暗青緑色に変わる。新鮮なものでは、匂いは、ほとんどないが、キノコが乾いてくると、カレー粉のような強い香りを放つ。新鮮なものか乾燥したものかを問わず、味は、ほとんどない。ひだは柄に、 自家製上昇し、密でクリーム色ない視野は大々褐色を停止。古くなると暗褐色のシミを生じる場合があり、分岐や連絡脈を生じない。柄はほぼ上下胴体で、長さ2から4センチメートル、計3から8ミリメートル程度、傘より色が淡く、気分にはしばしば単行褐色の短い荒毛が密生しており、中空である。傘、柄、 ヒダのいずれも、新鮮な時にはうっすらと白濁した水っぽい乳液を含むが、この乳液は空気に触れても変色せず、辛みもない。シモ紋は、クリーム色を呈する。ウシは高卵系で、ところどころで連絡あるいは、不規則に途切れた、繊細な世上の流気と低い異ボとをこむる。傘の表皮層はわずかにゼラチン化せず、傘の表面にやや平行に補服して走る菌糸で、 構成されており、個々の菌脂の末端細胞は頻繁に立ち上がっている。夏から秋に、ブナカから記録されているが、ブナカの樹種が分布する地域であれば、今後の調査で発見される可能性はあると思われる。日本では、ニセヒメチチタケが知られており、古実体の褐色系の色調や、カレー粉のような香り、あるいは、辛味を欠くことなどにおいて共通するが、やや小型であることや、 傘の表面に同心円状の関門を荒さはないこと、あるいは胞子の表面の文様がうね状をなさず、互いに独立した低い母状突起のみであることなどによって容易に区別できる。また、長寺乳竹は傘に明瞭な関門を生じる点で、匂いは乳竹と紛らわしいが、校舎のような強い後期を描いている。闇色竹はしばしば弱い辛みがあり、 むしろ甘い香りを有する点。傘の表面の関門が匂いは父竹に比べて不明瞭な点。種として、カバノ貴族の樹下に発生する点で異なっている。同様に、カレー粉のよう。これらはいずれも父竹族のセクションラスレイルズ、姫父竹節、タイプ種は姫乳竹に属するが、姫父竹節に属する種のすべてが、カレーのような香りを有するわけではなく、 全く無臭の種類も知られているし、闇色竹のようにココナッツに似た甘い香りを放つ種も存在する。分類学的一致から推定して、少なくとも有毒ではないと思われるが、日本ではこれを食用に供する習慣は今までのところ知られていない。ただし、中国では市場で販売されているという。欧米では、父竹族のうち、カレー粉のような香りを放つ種類を、 キャンディーキャップの俗称で呼び、一部で食材の一種として用いているが、料理の素材というよりも、菓子の香り付けとして使われるのが一般的である。馬休秀高、1975、鹿児島県佐田地方のキノコ類、鹿児島大学農学部演習林、報告3、109から113、今関録なり、本号継ぐを、 1989原職日本新近類図鑑保育者大阪シンガー R 1986ザ・アグリテイルズ・インモダン・タクソノミーコルツサイエンティフィック・ブックスリクティンスタイン1 XH 2000 A タクセナミック・スタディ・オン・サムコマーシャル・スピーシーズ・イン・ザ・ジーナス・ラクテリアス・フロムユンナン・プロビンス チャイナ、アクトベターナかや何か22、1から3。ありがとうございます。